主人公は元魔法少女、その名を藤田ニコラヌと名付けました。失われた10歳の頃の記憶と魔力を取り戻して、レイブ遊園地で働く人間たちを救うことができるのか、そんなストーリーの乙女ゲーム幻想マネージュを本日も男性目線配信でお送りしていきます。それでは続きをご覧ください。どうぞ。ようこそレイブ移動遊園地へ。夢の時間をお楽しみください。さて今回はこちらのレイブ移動遊園地に初めてやってきたところからでしたね。彼女に促されるまま、私は遊園地の門をくぐった。係の人ですかね。まだ名前も明らかになっていませんね。最初に目に飛び込んできたのは、移動遊園地ではまず見られない噴水だった。まあ、移動サーカスっていうのはよく聞きますけれども、まあ、この世界では移動遊園地というのがね、テーマになっています。そこでは、作り物の小さな像が水浴びをしたり、長い鼻からシャボン玉を出したりしていた。子供たちは象が出すシャボン玉に触れようと噴水の周りを元気に駆け回っている。なんだか甘い香りがする。あの出店でしょうか。さて視線をあちこちに見渡してみてというところでしょうか。香りに誘われて視線を動かすと、右手にいくつか屋台が並んでいるのが見えた。近づいてみると、ゴーフルやプレッツェル、砂糖漬けのフルーツ、袋詰めされたクッキーなど、自分を甘やかしたくなる食べ物ばかり並んでいた。まあ、舞台はフランスということでね、まあ、フランス洋菓子がたくさん並んでいますね。お菓子以外にも、ホットサンドといった軽食や、ボール投げなどのゲームもあるようだ。誘惑がいっぱいだね。でも、なんだろう。普通の屋台とどこか違う気がする。違和感の正体を確かめようと、屋台の前を歩く。あ、信じられないことに、人形が店番をしていた。ああ、こういう出店とかもね、アンドロイドが店番する時代、すぐそこに迫っていますよね。それも、ただの人形ではなく、自動人形、あ、やっぱり機械なんだ。オートマタと呼ばれる機械仕掛けのものだった。こんにちはペッパーくん。オートマタって書いてあるんですけどね。ゴーフルを一つですね。かしこまりました。まあでもね、現代でもね、あの回転寿司とかでも順番待ちとかはね、ペッパーくんがやってくれたりだとか、自動販売機が喋ったりする時代も来ていますから、こういう時代もすぐそこに迫っていますよ。さて接客していただき、オートマタたちはあらかじめ録音されたいくつかの音声を使い分けて接客をしている。すごい、オートマタが働いている。オートマタに何か問題でも。さあここでね、攻略対象の一人が登場しました。まだ名前は明らかになっていません。声をかけてきたのは長身の男性で、その身なりから遊園地の人だと分かった。けれど眼鏡の奥の眼光が鋭くて、私は蛇に睨まれたカエルみたいに体をこわばらせてしまう。スタッフの人がそんなんでいいんでしょうか。笑顔でね、近寄ってきてもらいたいところですが。いいえ、何も。ただオートマタを見るのが初めてだったので、あ、まだ一般的にはなってないんだね。なるほど。オートマタが働いている遊園地は世界広しといえどもここだけだろう。あなたが驚くのは無理もない。ああ、まあ確かにね、そういう感じなのかもしれませんね。だが、オートマタは問題なく整備されている。安心して利用するという。まあ普及していない人から見たら危険なものが働いているって思われかねないわけだから、まあここで安心させるっていうのはスタッフさんとしての役割かもしれませんね。さあ立ち去っていってしまったのかな。彼はそれだけ言うと、私の反応も待たずに回れ右をして立ち去ってしまった。接客のレベルは大丈夫かなって思っちゃいますけどね。遊園地の雰囲気と真逆の人だな。どうなんでしょうね、それでいいのかっていう感じもいたしますが、気を取り直して再び屋台に視線を向けると、噴水の方で大きな歓声が上がった。何か催しでも始まったのかな。見に行ってみよう。
どんな催しをするんでしょうか。噴水へ歩き出すと、人々の中心で少年がパフォーマンスを披露しているのが見えた。メルシー、拍手どうも。この彼もね、攻略対象の一人でしたよね。でも今のはただのボールジャグリングだ。ここから披露するのは一味違うからな。ああ、こういうのもやるんですね、遊園地では。なんか遊具だけじゃないんですね。じゃあ一番前で見てる君、好きなフルーツを教えてくれ。いや、これね、大道芸みたいなこともやるんですね。私リンゴが好き。それはこんなリンゴか。いや、こういう時にね、意地悪なフルーツを言わないあたりがさすがね、いいお子さんという。桜じゃないといいけどね。いつの間にかパフォーマーの少年は右手に赤々としたリンゴを持っていた。素晴らしい。すごい。今度は奥で見てる君に苦手な野菜を聞こう。ほう、これはどんな意図があるんでしょう。そうやって彼は聞いたものを次々と出していき、4つ揃ったところでジャグリングを始めた。リンゴ、ラディッシュ、マッシュルーム、イチゴ、そんな不揃いなものを空中に投げてはキャッチし、見事に回していく。丸いもの以外もありますね。結構難しそう。マッシュルームとかかなり難しいんじゃない？ラディッシュとかもね、なんかバドミントンの羽みたいに落下するときとかね、不規則な動きしそうですけどね。アドリブでこんなに楽しいことができるなんて、桜じゃないといいけどね。アドリブだといいけどね。観客を巻き込んだ催しにどんどん人が集まってくる。あ、ここにいたら見えないよね。他のところも見てみたいし、移動しよう。そっかそっか、背がちょっと大きいんでしょうね。この主人公は17歳っていうことですからね。まあその子供たちの視線の邪魔になってしまいました。今度は、まあ、こうやって順にキャラクターを紹介する展開なのかな。私は後ろにいた男の子に場所を譲ると、そっと人混みの合間を縫って歩き出す。ありがとうお姉ちゃん、楽しんでねと心の中でつぶやいて、いや言ってあげなよ。噴水の前から抜け出した。そして今度は左手、ティーカップの乗り物がある方へ行ってみることにした。ここでは誰に出会うんでしょうか。あれはティーカップの前には搭乗用の列ができていて、順番を待つお客さんの前で着ぐるみが踊っていた。大きな耳を垂らしたレモン色のウサギは他のスタッフと同じような制服に身を包み、遊園地のマークが入った旗を手にしていた。みんな、僕と一緒に手拍子してね。まあこの方もスタッフさんということでしょう。あ、この方とかね、中の人がいるみたいなこと言っちゃいましたね。中の人なんていませんよね。そう言って、ウサギが手拍子の動作をすると、お客さんも手拍子を始める。と、ウサギはそれに合わせて動き出し、列の周りで飛んだり回転したり。大きく動くたびに制服の下からお腹の星模様が覗く。かわいい。手拍子ありがとう。そろそろ列が動くから前の人にしっかりついていってね。なるほどね、こういう行列の間も退屈しないようにっていう役割をしてるんですね。そう言って大きな旗を一振りすると列のお客さんを見送った。それからウサギはあたりを見まして、不意に私と視線が交わる。ペリドットのように透き通った緑色の瞳にじっと見つめられた。こんにちは、お姉さん。マネージュはもう見てきた？このね、マネージュっていうのがね、このゲームのタイトルでもあるんですけれども、メリーゴーランドのことを指しています。まあ、ここはね、フランスが舞台なのでマネージュと表現されていますね。マネージュがあるんですか？というのもね、この藤田ニコラノちゃん、主人公はマネージュ、このね、回転木馬のオルゴールっていうのが亡くなったお父さんの形見として大切にとってて、だからね、そのマネージュを見るたびにやっぱりそういうのを思い出すっていうので大切に扱ってるんですよね。うん、レーブ移動遊園地の名物なんだよ。この奥にあるからよかったら行ってみてね。教えてくれてありがとうございます。行ってみますね。まあそのね、メインの目的といっても過言ではない、メリーゴーランドマネージュを見に行くというところでしょう。私がお辞儀をすると、ウサギもペコリとお辞儀をして、小さく手を振りながら別のお客さんの元へと歩いていった。一体どんなマネージュがあるんだろう。
同じ種類の遊具でも遊園地によって見た目や内容が変わってくる。お父さんの片身のマネージュのオルゴールを見てここへ来たこともあって自然と興味が湧いた。それに名物だとも言っていたし、行ってみよう。マネージュがあるという敷地の奥へと足を向けた。太陽がきつく傾いた黄金色の、日差しの中、黄金色といった方がいいでしょうか。パステルカラーの可愛らしい木馬たちがゆっくりと回っている。屋根に取り付けられたガラスの宝石が日差しを受けて輝きを放っていた。これって、私は目の前の光景に釘付けになった。今そこにあるマネージュはお父さんの形見のオルゴールとウリ二つだったからだ。はあ、なんか関係があるんでしょうか。お父さんはこのマネージュを元にあのオルゴールを作ったの？どうなんでしょうね。ずっと実在しない架空のものだと思っていた。この辺もね、10歳の頃の記憶失われているので、その部分の話なのかもしれませんね。するとマネージュが停止して木馬に乗っていたお客さんが降り始める。私はほとんど無意識に歩き出して彼らと入れ替わるようにマネージュに近づいた。ここは行列ないのかな。本当にそっくり、細部の飾りまでオルゴールと同じ。こんなマネージュがあったなんて。思わず手を伸ばして指先でマネージュに触れる。鉄の冷たい感触がして、あれ、指先が急に熱くなってきた。違和感を覚えた途端、何が起こったんでしょうか。マネージュは純白の光に包まれた。え？あまりに突然の出来事に反応できず、私はなすすべなく光に飲み込まれてしまう。魔力でしょうか。眩しさに耐えきれなくて目をつむる。耳元で激しく高鳴る自分の鼓動が聞こえた。確かにその SE がちょこっと聞こえますね。体の奥が燃えるように熱い。一体何が起きているの？突然指先に感じていた熱が消えた。ほう。こわごわと目を開けてみると光も消え去っている。後々明らかになるんですかね。どうなんでしょう。あたりを見回して、みんなはどうだったんだろうってことか。わけもわからずあたりを見回してみるけれど、傷跡すら残っていなかった。自分だけに起こった現象なのかな。幻だったのかな。周りにいる人たちも顔を見合わせて首をかしげている。今のは何だったんだ。周りにも起こった現象だったんだね。新しい演出かしら。移動式遊園地だし、みんな多分新しいお客さんたちだから、その辺の事情も知らないってことだよね。好奇の目でマネージュを見つめていたけれど、人々はしばらくすると興味を失ったらしく立ち去ってしまった。そろそろマネージュが動き出しそうだから私も離れよう。魔力が復活したのかな。後ろ髪を引かれながらもマネージュと距離を取っていく。その時こちらに近づいてくる足音が聞こえた。唐突に名前を呼ばれて心臓が跳ねた。ゆっくり振り返ると、薄紫色のスーツに同じ色合いマントを羽織った男性が立っていた。まさかまた君に会えるなんて。はじめましてじゃないんだね。これも10歳の頃の記憶と関係しているんでしょうか。白桃色の髪の元、髪の下、彼はさまざまな感情が入り混じったとても複雑な表情を浮かべていた。また君に会えるなんて、そう言ってくれた彼を私は知らなかった。なんか失礼な対応になっちゃうねこれね。あなたは？ヒューゴだよ。覚えていないかい？君に会うのは7年ぶりだから無理もないのかな。ちょうどそのね、7年前っていうのが失われた記憶の時代ですよね。
7年という数字が私の胸を締め付ける。ごめんなさい。私、7年前の記憶がなくて変な冗談だと思われそうだけどね。私はヒューゴという男性に川で溺れたせいで10歳の頃の記憶を失ったことを説明した。嫌がらせでね、そういう風に言ってるわけじゃないですよっていうのをね、ちゃんと説明してあげましょう。本当にごめんなさい。まあ確かにね、そういうのも正直に言わないと失礼になっちゃうからね。なんか覚えてたふりしてね、話し続けちゃうことってありますけど、そういうのってほころび出ますからね。彼はかすかに表情を曇らせたけれど、すぐに人の良さそうな笑みを浮かべた。いや、謝る必要はないよ、マドモアゼル。改めて自己紹介させてもらえるかな。ああ、優しいね。はい、もちろんです。俺の名前はヒューゴ。このレイブ移動遊園地の園長だ。うん、この方がね、園長さんで攻略対象でもあるってことだよね。園長さんだったんですね。7年前はスタッフの一人だったんだけれど、おかげさまで出世してね。お若いのに優秀ですね。彼はいたずらっぽくウィンクをする。もしかして父の知り合いの方ですか？父のフロランは遊具技師だったんです。残念ながらお父さんには会ったことがないな。俺が知っているのは君だけだよ。ああ、そうなんだ。そうですか。オルゴールとウリ二つのマネージュのこともあって、もしかしたらと思ったけれど、どうやらその当ては外れたらしい。ところで、今しがたマネージュに起きた異変、あの光は君が起こしたものだよね。バレちゃいました？それはでもね、無意識でしたもんね。あの純白の光が何かさえ知らないのに、それを私が起こしたと言われてもうなずくことはできない。まあ一応ね、元魔法少女であったことは周りには隠していますからね。まあそういうのも安易に言えないんでしょう。その勝手に触れたことは謝ります。でもマネージュが光った理由は分からなくて。そう弁明すると彼は優しく微笑んだ。安心して、責めているわけじゃないな。ただ君の力を貸してほしいと思って。ああ、このヒューゴさんはもしかしたら元魔法少女であることを知っているのかもしれませんね。どういう意味ですか？彼は警戒するように周囲に目をやってから私に近づくと声を潜めて言った。君は魔女だろ？ああ、やっぱ知ってるんだね。魔女という言葉に驚いて後ずさる。一応この世界観では魔女狩りとかも起こったぐらい恐れられてる存在だから、魔女であることはみんなに明かすなよって言われてるんだよね。だからこそ後ずさっちゃうと。人は自分と違うものを怖がる生き物なんだ。お前がいい魔女だったとしても誰にも言うなよ。まあ、このアルノーさんっていうのはね、今一緒に暮らしてる家族の一人なんですけれども、記憶を失った後、共に暮らしてる幼馴染の一人なんだよね。うん、そういう風に警戒されるようにするように、言われていました。今朝のアルノーの言葉が頭に浮かぶ。ダメ、誰かに知られるわけには。違います、私は魔女じゃありません。私の口からは強い否定の言葉が出ていた。ふと見上げるとヒューゴさんの寂しげな表情が目に飛び込んでくる。せっかくひっそり話してたのにね、それ大声で言っちゃったら意味ないんじゃないってところもありますが、どうしてそんなに寂しそうな顔を。否定したい気持ちはわかるよ。でも頼れる相手は君しかいないんだ。うん、何か深い事情がありそうですね。俺たちはここで働く人間は魔法でこの遊園地に囚われている。まあこの彼らを救うことができるのかっていうのがテーマになっているらしいですよね。それはとても強力な魔法で俺たちにはどうすることもできない。ほう、そうなんだ。まあこのヒューゴさんたちは普通に人間なのかな。だから助けてほしいんだ、君の魔法で。おお、アルノーさんの言ういい魔女になれるんでしょうか。突然そんな話をされても。分かっているよ、信じられないよね。ヒューゴさんは儚げに笑う。
彼にはからかう様子が一切なくて、とても嘘をついているようには見えない。でも遊園地に囚われているなんて、そんな不思議な話は聞いたことがないし、簡単には信じられない。魔女だとは言えない。ヒューゴさん、ごめんなさい、力になれなくて。そんな私の言葉をかき消すように、遊園地の閉園時刻を知らせる鐘の音が鳴り響いた。あ、夜とかはパレードしないんだね、夕方でおしまいなんだ。人々が正門に向けてまばらに帰っていく。私も帰ります。待って、君に見せたいものがあるんだ。うん、何でしょう。あ、何を見せてくれるんですかね。ヒューゴさんは返事を聞く前に私の手を取って歩き出すけれど、そこに強引さはなくて、彼はあくまで紳士的に私を導いてくれた。まあ園長さんですからね、どんな風にツイッターで叩かれるか分かんないからね、変なことしてたら。マネージュが遠ざかり、さまざまな遊具の横を抜けていく。気がつくと噴水の近くまで来ていた。意外にも見せたいものというのは園内ではなく外にあるらしい。あ、そうなんだ。ヒューゴさんはあたりをぐるりと見回すと、お客さんが全員いなくなったことを確認して正門をくぐった。うん、外だっていうのはね、何でしょうね。外に人影はなかった。遊園地を訪れていた人々はもう町へ帰ってしまったのだろう。あたりは静まり返っていて、今は鳥たちの歌声も聞こえない。まあね、夕方になると。でも聞こえそうなもんだけどね、なんか不思議な空間ですね。ヒューゴさんは私の手を取ったままブランブールの町へと続く道を進んでいく。あの、一体どこまで行くんですか。まあね、帰り路でもあるから、まあそっち方面であることは助かるんだけれども。俺はどこにも行かないよ。いや、行けないんだ。あ、囚われていることを証明するためにこの町から出らんないよっていうのをね、証明しようとしてるのかもしれませんね。不意に彼は立ち止まった。ヒューゴさん？うん、そこから先に進めないっていうことなのかな。なんでしょうこれは。見上げると襟のボタンが外れ、ちらりと覗いた彼の首元に青白い光がまとわりついていた。首輪みたいな形？首輪？その光ははっきりと首輪を形作っている。先端には同じ青白い光の鎖がついていて、それは遊園地の奥まで続いているようだ。はあ、まあこれを周りに見られたくなかったってことか。ああ、確かにね。これが魔法だよ。俺たちを遊園地に縛り付けている魔法だ。何の目的でこうなっちゃったんだろうね。そんな、魔法でこの遊園地に囚われている、そんな嘘みたいな話と思っていたけれど、もう否定することもできない。こうやって見せられるとそうだね。現に目の前で起きているのだから。どうして囚われてしまったんですか。ある魔女に魔法をかけられてね。悪い魔女が存在したんですね。俺はもともと遊園地が好きだし、ここでの生活は充実していると言ってもいい。うん。でももう何年もこの状態で、そろそろ解放されたいと思っている。まあ自由がないっていうのはね、まあ今のね、このご時世もそうですけれども、自由がないっていうのは本当苦しいですよね。ヒューゴさん以外の人たちも同じように鎖につながれているんですか。そうだよ。彼はこくりとうなずく。魔法は悪いものじゃないし、魔女に悪い人はいないって信じてきたのに。まあこのね、主人公としてはお母様だけしか魔女という存在を認識していなくってですね。で、まあそれと自分以外は見たことがないから、で、そのお母さんもいい魔女だったから、まあ悪い人はいないって信じてきたという話だよね。まあそんな悪い魔女なんて本の世界の中だけの人でしょって思ってたわけだよね。魔女がこんなことするなんて、悪い魔女はいないはずなのに。ああ、悪い魔女はいないよ。これは事故みたいなものだったんだ。ほう、事情があったんだね。
事故？セーヌ川で溺れた時のことを思い出す。事故の記憶はないけれど、あの時私は多くのものを失った。大好きだったお父さんを、お母さんと訓練した魔法の力を、そして10歳の頃の記憶を。霊部移動遊園地に囚われた人たちも同じように多くのものを失ったはずだ。きっと今も失い続けている。確かに時間というものを失っているわけだもんね。自由な時間を奪われてるわけだもんね。この遊園地に囚われ続けている限り。大丈夫かい？少し怖がらせてしまったかな。いえ、大丈夫です。それならよかった。俺の話はこれで終わりだよ。君に見せたかったものはこの魔法だから。まあこれを証明したかったってことだね。まあこれを受けてどう解決していくかということか。ヒューゴさんが一歩後ろへ下がると、光の首輪の鎖も一瞬で消えてしまった。あ、その境界線に行くと現れるっていうことなんだね。ヒューゴさんは小さく息を吐いた後、私をまっすぐに見つめる。もう一度だけ聞かせてほしい。君は魔女だろう。これはね、正直に答えていいのかな。違うものを怖がる生き物なんだ。お前がいい魔女だったとしても誰が言うなよ。いやー、今までね、お世話になってきたアルノーさんを裏切るわけにもいかないしね。頭の中でアルノーの言葉がこだまする。でもヒューゴさんは悪い魔女はいないって言ってくれた。だから私は、答えるのかな。深く呼吸をして震える唇を持ち上げる。私は魔女です。恐る恐るヒューゴさんの反応を伺うと、ほっとした様子で胸を撫で下ろしていた。勇気を出してくれてありがとう。君が魔女で本当に良かった。でも魔法は7年前から使えないんです。だから魔女と言えるかどうか。そう伝えても彼の表情は変わらない。大丈夫だよ。君の魔法は眠っているだけだ。そうでなければあの時光は生まれなかった。うん、なるほどね。じゃあまだ完全に消え去ったわけじゃないんだ。あれは魔法の光だったんですか？ああ、おそらくね。君の中の魔法とここに宿っている魔法が反応したからだと思う。なるほど、救世主になるかもしれないっていうので近づいてきたのかもしれませんね。さて、ここからが本題だけれど。ほう。と彼は話を切り替えるように手を叩いた。うちで働かないかい？君にはスタッフとして魔法の覚醒を目指してほしい。ほう、なるほど。まあ今まではね、家事手伝いとしてそのお世話になってた家にずっと、まあね、そのお手伝いをしてたっていうだけなんだけれども、うん、それプラスここで働くことになるのかな。私がレイブで？もちろん報酬は出すよ。こういう話になるとは思わず言葉に詰まってしまう。遊園地はお父さんとの思い出の場所だし、そこで働けることは嬉しいけれど、まあ移動遊園地だからね、また場所は移っていく可能性もあるわけでしょ。まあアルノーさんたちの許可も必要だよね、きっとね。考える時間が必要だね。彼はそう助け舟を出してくれた。そうですね、働くとなると家の人に相談しないといけないので。晩餐家に住まわせてもらっている身だし、独断で決めるわけにもいかなかった。そうだね。わかった。答えが出るまで待つよ。心が決まったらここへ来てほしい。君のために門は開けておくから。うん、ありがとうございます。いやでもね、これだけ切実な問題にもかかわらず相手を焦らせないっていうね、このレディーファースト感が素敵ですよね。オーボワール、マドモアゼル。ヒューゴさんは手を振って送り出してくれる。私は彼に別れを告げてキロに着いた。あー、なるほどね。今回はこのようなストーリーではありますが、まもなく遊園地は森の木々に隠れて見えなくなってしまう。
けれど私の気持ちは高ぶったままで、未だ夢の世界にいる気分だった。あ、これはね、ミッキーの耳をつけてそのまま家に帰ってくる気分と一緒でしょう。まあそれだけじゃなかったけどね、いろいろな出来事がありましたからね。こんな日が来るなんて。初めて晩餐家以外の人に自分は魔女だと告げた。ああ、7年間ずっと秘密にしてたのにね。初めて誰かに魔法を求められた。本当に私の中に魔法が眠っているのなら、覚醒させて困っている人のために使いたい。そうだね、悪い魔女になるわけにはいかないよね。私もお母さんみたいに優しい魔女になりたい。そんな思いを抱きつつ帰宅していくわけですよね。ガス灯で淡く照らされた通りを歩いていく。暖かい光にまるで声援を送られている気分だった。家に着くまでの間、私はずっと浮き足立っていた。まあね、魔女じゃなくなっちゃったっていうのは気にしていたのかもしれません。帰宅したアルノーに時間をもらって遊園地で働いてもいいか相談することにしたというところで、やっとまあ帰宅できたところで、今回はこの辺までにしておきましょう。いやー、これはね、自分が魔女だよっていうことも教えちゃったよっていうのも言うのかどうか、まあその辺も気になるところですが、まあますますここから話は始まるというところで、今回この辺までにしておきましょう。こちらのチャンネルは男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを攻略解説していくチャンネルでございます。藤田ニコラヌというね、主人公の名前でやらせてもらっていますけど、このね、ニコラヌちゃんが少しでもニコる日が来るように、頑張って配信していきたいと思います。じゃあね、お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどぜひよろしくお願いいたします。というわけで、今回も皆さんご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。